はい、おはようございます。江野本孝です。今日のテーマは、返事ははいという話をしたいと思います。何をお伝えしたいかっていうと、まあ、とにかく基本力が大切だっていうことですね。はいといういい返事をする。元気に挨拶をする。話すときは目を見て話す。謝らなければいけないときには素直にごめんなさい。という、本当にね、幼稚園で学ぶようなことかもしれないですけども、でもこれがものすごく大切で、だからこそ、 一緒に働いているスタッフにはしっかりとそのことを求めてもちろん自分もちゃんと実践して基本力をしっかりと上げていくっていうことが実は繁盛点で最も重要なことになります今日の動画の解説も文章で動画の説明欄に書いてありますので是非そちらも読んでみてくださいそれでは今日も一日はりきっていきましょうあなたはできる